コモチューブ。はい、始まりました、コモチューブ。実は我が家にコモモちゃんをお迎えしてもう5年半ほど経ちました。あっという間だね。そうだね、もうそんなに経っていたなんてびっくりだよ。そんなわけで今回はこももちゃんをお迎えした時に用意したものやその費用などを振り返りたいと思います。これからチンチラを迎え入れたいよと考えている方に少しでも参考になればと思います。僕もそのあたりの諸事情が気になるよ。早速教えて教えて。じゃじゃん、こちらが当時こももちゃんをお迎えした時に用意したものになります。うわぁ、こんなにたくさん用意してくれていたんだね。もしかしてこの箱に入っていたのが僕？おっしゃる通りでございます。こももちゃんはこの箱に入って我が家まで来たんだよ。ちなみにこももちゃんの金額57,800円でございます。うわー、なんだか照れくさいな、恥ずかしいよ。チンチラの価格自体年齢やカラーや種類によって大きく変わりますが、我が家のこももちゃんは生後3ヶ月、色がピンクホワイトのチンチラです。ちなみにこももちゃんが販売されていた時の写真はこちらです。うわぁ、懐かしすぎるよ。優しい店員さんが僕が気に入ってるからってこの木もおまけでつけてくれたんだよね。うんうん、その優しい店員さんと一緒にこももちゃんの飼育に必要なものを用意しました。まずこちら、こももちゃんが今も住んでいるケージです。イージーホーム14,300円、僕のお家だ。店員さん曰くチンチラ1匹だったらこちらで十分とのことです。高さが少ない方が怪我のリスクが少ない点、お掃除がしやすくて清潔を保ちやすい点、見た目の色が可愛い点などからこちらを選びました。今はこのケージに前の誕生日に買ってもらった回し車がついてるからいつでも運動ができちゃうんだよ。回し車についてはこのサムネの動画を参考に見てね。続きまして、こちらがチンチラちゃん必須の砂風呂と砂風呂のお砂です。レイバス2,100円、チンチラサンド480円、僕の大好きな砂風呂。砂は汚れたら取り替えが必要だよ。そしてこちらがこももちゃんのケージ内の高さを出すためのステージです。チンチラステージ1,530円、木でできているからかじれる分こちらも小さくなってきたり汚れてきたら交換が必要になるね。そしてこちらがケージの下に敷くと掃除がしやすくなる吸水シート、スリムウェイド1,298円。あとは当時最初に揃えたチモシーとマビットチモシープレミアム880円、
主食に食べるフード、チンチラプラスダイエットメンテナンス1270円、そしてお水入れエコボトルミニ935円。以上がこももちゃんをお迎えするにあたって最初に揃えたものになります。そしてこれらの合計金額は約8万円だ。こうやって見ると消耗品ばっかりなんだね。いつも本当にありがとうね。その他飼育していくにあたって日々のご飯やおもちゃ代、病院の治療費、そして温度管理が必要なため冷暖房を使用する時の電気代など金額はある程度かかります。これから僕たちをお迎えする方々はぜひともそのあたりも加味してほしいよ。チンチラも飼い主もお互いが幸せでいられるよう先のことをよく考えてお迎えするか判断してね。それではまた次回の動画で会いましょう。またね。バイバーイ。